今朝、道南の森町で乗用車とトレーラーが衝突し、乗用車を運転していた62歳の男性がけがをしました。フロント部分が大きく壊れた車、救急隊が救助活動を行っています。今日午前7時前、森町宇和台町国道5号線で函館方向に走っていた乗用車と反対車線を走っていたトレーラーが衝突しました。この事故で乗用車を運転していた62歳の男性が額から血を流し、意識が朦朧とした状態で病院に運ばれました。トレーラーを運転していた50歳の男性にけがはありません。現場は見通しのいい直線道路で、警察によりますと、トレーラーの運転手は乗用車がはみ出してきたと話しているということで、警察がドライブレコーダーの映像を解析するなどして原因を調べています。